じゃあ、さあ、今日のお題は、セリーグは本当にパリーグより弱いのかっていうお題で話したいと思います。最近はですね、俺も忙しいっていうのもありますけどもですね、なかなか袴田さんと会う時間も作れずですね、一人の投稿が続きますけども、まあ二人の時もあれば一人の時もあると、そんな感じでお送りしたいと思います。まあ日本シリーズもね終わりましたけども、ソフトバンクが4連勝で、昨年から4連勝、2年連続スイープという形でね、日本一になりましたけども、まあその話題を取ってですね、セリーグは本当にパリーグより弱いのかっていうところを、ちょっと検証していきたい。でどういうふうにしていくか、素晴らしい改善策が思いついたんで、それをぜひここで発表したいというところで、まあ多くのね、まあネットメディアも含めて、メディア、雑誌媒体、いろんなところで、まあ今年はねジャイアンツが、セリーグを独走で、突破して優勝して、でその強いセリーグの中で強いジャイアンツが日本シリーズで戦うとですね、ソフトバンクにもう全く歯が立たず、いいところが一つもなく、4連敗してしまうと、どんどんあってんだと、どういうことだと、このままでいいのかというところでですね、今日は考えていきたいと思いますけどですね、まあ、日本シリーズをですねちょっと振り返りますとですね、1973年までは巨人 V9 が続きまして、そして V9 が終わると同時に、まあ、ここから10年ぐらいはねセパ同じぐらい優勝が続くんですよね。74年はロッテ、75年阪急、ここで阪急が3連覇で、79年ヤクルトで、80年広島で、81年巨人、82年西武、83年西武というところで、まあ、ここら辺の10年はね、セリーグ4勝パリーグ6勝と、まあ、ほぼしかし82年の西武から西武黄金時代到来というところで、まあ、82年西武、83年西武で、84年広島で、85年阪神で、86年から西武3連覇で、89年巨人やって、90年から3連覇だから、82年から92年まで11年で西武がなんと8回日本一で、セ・リーグは広島、阪神、巨人と3つっていうところで、この西武の強さだから、84年からのね、まあ、約9年ぐらい考えるとセ・リーグ3勝、パ・リーグ6勝、まあでもパ・リーグっていうのも西武だけね、この西武最強時代が続いて、しかし93年からは、なんとセリーグ時代が突入。93年ヤクルト、94年巨人で、95年ヤクルトで、96年オリックスで、97年ヤクルトで、98年横浜で、99年ダイエーで、2000年巨人で、2001年ヤクルトで、2002年巨人だから、この約93年から2002年までの10年はセリーグ8勝でパリーグ2勝、なんともうほぼセリーグが勝つっていう日本シリーズになって、このね最近のねパリーグの強さがね如実に現れてきたのは、この2002年の巨人優勝が終わって2003年から流れが一気にパリーグに変わるという。でその2003年からね、大英、西武、ロッテで、日本ハムで、2007年中日で、2008年が西武で、2009年巨人で、10年からロッテ、ソフトバンクで、12年巨人でして、13年からはもうパリーグ独走、楽天、ソフトバンク、ソフトバンク、日本ハムで、17年からソフトバンク4連勝という形で、まあ、2003年から2012年までの10年はセリーグ3勝でパリーグ7勝で、まあ、その後パリーグが8勝だから、要は2003年から、今日まで、セリーグ3勝パリーグ15勝という、この一気に流れが変わった2003年、ここに何があったのか、その秘密を考えていきましょう。さあ、ここからは推測と想像で、佐々木の個人的見解です。喋っていきましょう。これなんでこういう風にパリーグが一気に強くなったのか。最近ね、もっぱら、巷では DH というのが、まあ、ここ3、4年ぐらい、結構議論のど真ん中にある問題ですけども、確かにね、DH も多少はあるでしょう。しかし、DH は今に始まったことじゃないと。じゃあ、93年からこの2002年までの10年間は、パリーグが DH あったのに、なんでじゃあセリーグが8勝もしてんだっていう、ここ言えますかっていう話なんですよね。だから、まあ、DH は一つの要素としてはあるかもしれないけど、それだけじゃない。今セリーグが DH を入れたところで、じゃあ太刀打ちできるのか、クエスチョンね。それで全てが改善できるか、じゃあそれで10年やって全てが改善できるか、それはなかなかね、それだけじゃっていうところもあります。でも佐々木的見解的に言うと、全国に広がったパリーグが、その地域に根ざした
戦略、そして身売りなどでチームを強靭化してきた、これがパリーグを強くしたんじゃないのかと。だからちなみに、まあ、移転で言うとね、南海からダイエーに変わってですね、ホークスが89年に福岡ダイエーホークスが誕生、そして日本ハムが2004年から北海道札幌に移転、そして楽天がオリックスと近鉄の合併問題から2005年から仙台へっていうところで、パリーグは北海道仙台、そして千葉埼玉で大阪で福岡九州というところで全国に広がった。でそこでしっかりスカウティングをしながら地域に根付いたチーム作りをしてきた。それによって地元の、もしくは地元って言ってもソフトバンクも九州で、日本ハムは北海道、楽天は東北といった一つの県だけじゃなくて、その地域一帯を、マーケティング市場規模にしながら、収益を伸ばして、そしてスカウティングもその地域に根付いたスカウティングをしながら、しっかり目を光らせる、そういったところがパリーグのチームを一気に強くしたんじゃないのかと。それによって当時ダイエーホークスが強くなって、一気にね、でソフトバンクに、2005年からかな、変わって、で一気に強くなってくる。日本ハムは北海道に移転した2004年から一気に強くなってくる。で楽天は仙台に行って10年で日本一になるチームを作る。しかも一からですからね、ここは身売りとかじゃなくて一から作り上げたっていうところで、そういったところも多少なりとも影響してるんじゃないのかなと。でまあもちろんね、そのドラフトの苦渋、マー君、ダルビッシュなんか、まあ、大谷はね日本ハム一本釣りとか、あと松坂とか、そういったところがパリーグに入ってくるっていうのも、まあ、一つの要因かもわかんないですけど、セリーグにだっていい選手たちは入ってるわけですから、それだけじゃないと思うんですよね。でしかもアマチュア時代に超スーパースター一流だったからといって、プロ野球に入って必ずしも一流になるとは限らないですし、一軍の選手になるとも限らない。そこは小さな要因、まあ、この小さな要因がいろいろ結びついての今のパリーグの強さだと思うんですよね。だから DH っていうともその小さな一つの分野だと思うんですよね。だそういったところを考えると、まあ、DH だけお議論の真ん中にするのはちょっと暴論なんじゃないのかなと。そういった地域に根付いた、パリーグの地道な戦略、っていうのが生きてる。しかもこう2003年以降、まあ、だからボビー・バレンタイン来たりとか、日本ハムだったらヒルマン来たりとか、そういうアメリカ的な野球の取り入れるチームとかも増えてきましたし、営業とかファンサービスっていうところも一気に2003、4年ぐらいから急激に変わって、パリーグが盛り上がってきたのもこの時からだと思うんですよ。だからパリーグの、マーケティング、そしてファンサービスっていうのと比例して強さも上がっていって、パリーグのね、強さが現れてきたんじゃないのかなというふうに考えます。さあということで、じゃあどうするんやと。確かにこのままじゃいけないですね。本当にセリーグが弱くなっててもダメなわけですよ。だからここで一つ考えました。今すぐにでもセリーグを強くしていくための方法、それは何か。 DH、 これはダメです。なぜならやはり反対派もいるわけですよね。野球は9人でやるもんだよと。セリーグのこの歴史をないがしろにするなと。 DH なくてもこのね、93年からみたいに強かった時もあったやろと。 DH ダメ、入れない、セリーグは無理無理無理っていう反対派の人もいますね。その方が野球が面白いっていう人もいるし、まあ、つまらないっていう人もいるかもしれない。だからその一筋縄じゃいかないですね。すぐ変えれるような多分問題じゃないと思うんですよ。数年ぐらいかかると思うんですよ。待ってられないですよね。そこで佐々木が考え出した案はこちらです。じゃじゃん。交流戦を36試合に戻して、その36試合はセリーグ主催だろうがパリーグ主催だろうが全試合 DH 採用、これです。こうするとですね、だいたいシーズンの、まあ36試合になるんで、シーズンの4分の1ぐらいが交流戦になるわけですけども、その他の4分の3はその DH がそんなダメって言ってる人の気持ちも組んであげることができるわけですよね。それによって交流戦はもうピッチャー打席に立たなくて全て DH で、しかも、まあ、現状ね、もうパリーグより弱いって正直認めるしかないんですよ。このセリーグの6球団の人たちはこれ認めないと先に進めないんですよね。ああでもないこうでもないって言ってても、やっぱりこの認めるっていうことが成長に対してはすごく大事だと思うんで、もうこのパリーグより弱いっていうね、もう認めて
でもソフトバンクだけじゃないかっていうかもわかんないですけど、でもそのソフトバンクにロッテは勝ち越してるっていうね、この現実があるのも確かなわけですよね。っていうことを考えるとですね、リーグで考えた時にやっぱパリーグに勝っていかなきゃいけない、その交流戦を12試合に減らしてもプラスは一つもないんですよね。だからこれ36試合に戻して全て6連戦、そして表裏ないように火水木と金土日を必ずセットで分ける。そしてですね、パリーグの強いチームとセリーグのチームが戦っていく中で何が足りないのか、どうすればパワーピッチャーを打てていけるのか、勝てるのか、 DH もその36試合採用します。交流戦をしっかり戦うためのチーム作り編成っていうのをしっかり最初からしていく。その中でパリーグのチームと戦いながら、まあ交流戦ね、ほぼパリーグが全部勝ってますけども、でもそこで戦いながら交流戦でセリーグが常に勝つように逆転するように、セリーグ6球団はしっかり考え対策を持ってやっていく。それでセリーグのピッチャーは今回の日本シリーズみたいにもうどんどんフルスイングしてきて思い切って振ってくるバッターたちをどうやって抑えていくのかっていうところを、その交流戦36試合を戦いながら身につけていくっていうところで一気に成長曲線が上がると思うんですよね。そういった意味でも投手も野手も、そしてパリーグのピッチャーも野手もセリーグのチームと戦いながらさらに自分たちの足りないところを磨き上げていく、それが両リーグが相乗効果で上がっていく一番いいところなんじゃないのかと。だから試合数的には今だから交流戦3試合ずつだから18試合ですかね。だからそれを交流戦36試合、ビジターホーム3試合ずつ、そしてシーズンは110試合、同一リーグは、でそして交流戦36試合で全部で146試合にしてシーズンを戦っていく。だから今143試合で3試合多くなるだけかな。でそこで磨いていくっていうのが必要なんじゃないかと。シーズンの中の一部ではなくてシーズンと同じように全勢力をかけてパリーグを倒していく、その中で対策を練る、そしてパリーグのピッチャーたちと対戦しながら自分たちの技を体力を磨いていく、こうすることによってより強い野球ができるようになると思うんですよ。どうですか皆さん、佐々木の提言は。今はねセリーグの方がもう弱いと言わざるを得ない、なぜなら13年から2000年まで全部パリーグが優勝、2003年以降だとセリーグ3勝しかしてないっていうね、この現実を受け止める必要がある。そう考えると DH の議論は永遠してても絶対にそう簡単にはならないです。それだったら交流戦を36試合にして、その36試合全試合 DH にして、そこで切磋琢磨しながら競い合いながら戦っていく、でその中で見えないものを見つけ磨くものを磨く。どうですか佐々木の提言は。さあということでですね、まあ今回はですねセリーグとパリーグの強さ弱さ、何が起点でどうなのかっていうところをですねサクッと考えて動画にしてみましたけども、皆さんどうですか。コメント欄にぜひ皆さんのご意見を書いてもらいたいと思います。もちろんね賛否両論あることは承知の上です。でもその中でやっぱりこの議論をやっぱ巻き起こしていくことが大事だし、できないことを永遠言ってても永遠平行線のままですよ。交流戦36試合に戻して全部 DH はやろうと思えば簡単ですよ。1リーグ制とかになったら大変なことになりますよ。16球団構想佐々木前動画でね出しましたけど、なかなか難しい。その中でやっていくためには今現状はこれがベストアンサーじゃないのかと、佐々木自身は思いますけども、皆さんどう思いますか。ぜひ皆さんですね考えながら野球界を新しい世界、そしてフレッシュで素晴らしい世界に変えていきたいと思います。ということで今回も一人でお送りしましたけども、皆さんのご意見を聞きながらですねそのコメント欄を見て、またそこでですね議論を巻き起こし次の動画にステップに向かいたいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして高評価お願いします。さよなら。